Hybrid Club。今日のレッスンは、まあ、フロアですね。で、ルーティーンはちょっと短めで2-8ぐらいしかないんですけど、立ちからどうやってフロアに入るかっていうのと、まあ、1個みんながフリースタイルとかで使えそうなフロアの1個のネタをちょっと今日はゆっくり解説しながら教えていきます。お願いします。はい、じゃあ頭の立ちのルーティーンから教えて、ゆっくりどうやってフロアに入っていくかを教えていきます。したら最初5、6、7、8、1で上に踏みながらスライドで1、2踏み込みっすね。で、ここ結構音がゆっくりなんで、ズーン、タ、エン、ドン、一回踏み直してから次に進んでください。4&5、 後ろに下がりながら1、2&3、4&5、 2歩足をしっかり上げて踏み込みながらダウンする感覚で、じゃあ頭からいきます。4&5、 来たら5、6で、こっち足はつかないで体を反転させて右から左に向けてください。5、6、7、8、1、2&3、4、5、6、7、8、ここまでですね。ここまで全部ずっとこのダウンのオンビートをキープしながら、ズン、タ、エン、ド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 ン、ここまでは止まらずにずっとダウンのこのオンビートをずっとキープしていくのを心がけてください。はい、じゃあ頭から最初の1、8目カウントでいきます。5、6、7、8、はい、そしたらじゃあ最初の頭の立ちだけ曲でいきます。じゃあ前半の立ちのルーティーンが終わったところで、ネクスト、ついにフロアへどうやって入ってフロアで踊る方法をちょっと練習していきます。そしたら最後が1、2&3、4、5、6、7、8、来たら音ここでちょっと細かくなるんで、入れ替え、入れ替え、ここだけワンクロス挟んでください。じゃあいきます、カウントで、はい、頭からいきます。5、6、7、8、1、2&3、4&5、6、7、8、1&2で、この次にフロアに入るんですけど、その時にこうやって入るんですけど、その時に体をこの俺がいつも意識してるのは、結構ただこうただこうツイストして下ろすだけじゃなくて、この反動を外からこうこう持ってくるイメージで下に入ると、結構こう落ちるだけでダイナミックに見えるんで、ここはプチポイントとして、結構肩を後ろから右の肩を前にこう持ってくるイメージで外を回して下に入ってください。はい。
じゃあもう一回頭からゆっくりカウントで5、6、7、8、1、2、and 3、4、5、6、7、8、1、and 外からドン。来たら、and 4。ここは普通に足を入れ替えるだけです。外から回してドン。で、次がちょっと今回のポイントになってくるんですけど、動き的にはこの動きを今日はちょっとみんなに教えていくんですけど、結構流れはそのまま止めないで、最初にこっちのどっちだ、左手をまず後ろに、自分の体重が乗るぐらいの後ろについてあげて、その次にポイントなんですけど、左足を右足を越えて下から抜く感じですね。この右足を上げて空いてるここの空間をこっち足で前に出す。で、出したら右足をついてかける。ここまでです。じゃあ2-8目の頭ぐらいからいきます。ズンズンチャシ8, 1, 2, 3, 4, 5, 6。ここが意外と早いんで、多分曲でやると5で手をついて、ファイブの時にこのここの足の動きが前から見てこう見えると、すげえ綺麗にこうチャッチャッチャッって見えるんで、ここをなんか意外と流して適当にやっちゃうとグニャグニャみたいな。で、この時に結構腰がこう下がってたりすると、次にこうつなげる時に結構ここが下がっちゃってると、もうなかなかフロアは結構厳しいんで、なるべくこの腰はあんまりこう落とさずに、しっかりと常にこう上げるように意識しながらフロアは練習してみてください。はい、じゃあ2-8目からゆっくりカウントでいきながら次に進みたいと思います。4, 5, 6, 7, 8, 1、外からドン、入れ替え、5, 6で、次7、左足、こっちの左足をこの自分の斜め上ぐらいですね、上に蹴り上げながらで、ここ最後2本足を踏みながら行くと、多分最後バーンってこう気持ちよく、多分すっきり立てたら気持ちよく終われるっすね。じゃあポイントをちょっと言っていきます。フロアのポイントを教えていきます。そしたら、うん、チャチャチャ、ファイブシックスで、意外とここのシルエットっていうのが結構一瞬なんですけど、結構ワンカウントぐらいしかないんですけど、意外とこうビタッとこう止まれるとシルエットもすげえ綺麗になってくるんで、そこもちょっと意識しながらしっかりそこはガチッと決めれるようにしてください。で、この次の起き上がる時ですね、5、6。起き上がる時のコツとしては、さっき言ってたんですけど、腰がこう下に落ちちゃってると、もうこの蹴り上げても腰がこう上がらなくて、こうなんかズッターンみたいになっちゃって次に多分つながらないと思うんで、ここの腰をしっかりこう上に上げながらこっちで抜いてあげるっていうのは超大事ですね。もう超大事ポイントですね。腰を上に上げた状態でキープして、左足で斜め上を思いっきり蹴る。そして右足を振りかぶりながらドンドン。ここまでいけるとだいぶ気持ちいいんじゃないでしょうか。じゃあちょっと2-8目カウントでゆっくりいきたいと思います。5、6、7、8、
8は2外から入れ替え5、6、7、8は、はい、ここまでね、大丈夫でしょうか。で、結構フロアのコツとして常に言えることは、この着地の手ですね、手つくときとかにも意外と手をどう見せたらいいかな、こうベタ手でこうついちゃうと思うんですけど、そこをなんかこうここっすね、この指だけでつけると、こうこうつけるとだいぶスムーズに動けるんで、多分こういう時とかのこっちの手もなるべくこうこうつくと腰も下がりやすいんで、で結構手もこのままだと体重がこう前に行っちゃって、次にこうつなげられちゃってぐしゃってなっちゃうみたいのが結構あるあるなんで、そこをなんかしっかり手でも支えながら腰も浮かして、ここでビタッてこう決めれると結構フロアがかっこよく見えると思うんで、そこに注意して頑張ってみてください。じゃあ2エイト目をカウントでゆっくりいきます。したらここからですね、パーキーブ6からいきます。1,2,3,4,5,5,6,7,8,1,2,3,4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 ,5,6,7,
とかもリズムが結構途切れやすいんで、意外とそこをなんかリズムが途切れないようにワンエンドーンカンみたいなイメージがこう上から下にもリズムをキープしながらフロアをやっていってほしいと私は思ってる。で、なんか意外とフロアに入るとリズムを結構忘れちゃうと思うんですけど、そこはなんかしっかりダンスなんでリズムをキープしたままフロアができるとだいぶスムーズに今回のルーティンはできると思うんで、やってみてください。そしたら2-8目だけ音でいきます。はい、じゃあラスト頭から最後までゆっくりカウントでいきます。5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 1。はい、でポイントとしては結構ずっとビートは強めなので両足でしっかり最初から踏み込んであげれるとしっかり多分オンビートをキープできるんで、であとはしっかりリズムを崩さずに下に入って腰も下げずにしっかり常に上げたままここのシルエットも意識して上にですね、ここの多分できないポイントとしては本当に多分足がこう蹴り上げられてないっていうのしかもう結構考えられないんで、しっかり腰を上げて足を上に振りかぶればここは多分流れに任せてそのままあと2分踏んでもらえれば気持ちクレイジーで終われるんで、それでやってみますショーはい、じゃあ頭から曲でいきます。 GO。
お疲れ様です。今日のレッスンは、まあ、メインとしてはフロアですねを、まあ、立ちからどうやって踊りながら綺麗に下に入っていくかっていうのと、あとはまあフロアでのコツというか一個小ネタを今日は伝授した感じなんで、まあ、ポイントは結構ところどころで言ってたんで参考にしてもらって、フロアは結構練習すればまあなんかいろいろ多分新しい可能性が見えてくると思うんで、なんか遊びながらで練習するとフロアとかは意外とすぐ上達すると思うんで、ぜひやってみてください。頑張ってください。